ありがとうございますなんだか僕が要求したかのようなありがとうございます甘い、ま、甘いですね甘いまず意外と皆さん知られてないのがあの聖火ランナーが持たれてるトーチ 1> 1. キロあるんですよ持って肘を上げてやってるって肘のうん体力は大丈夫かなって心配しちゃうんですよだからそのためにも1 2キロという重さになれることが大事かなと思いますとなるといろいろ考えてこれだと思った重さがぴったりなのが大根なんです大根って下が少しシュッとなっててあれ トーチのようなそれで上にこう大根の葉っぱを火と見立てれば少し練習にぴったりだから毎回お野菜を買いに行って極力大根を選ぶようにしてください。決まって本番までは重みのないお野菜は少し遠慮しましょう。 このの右手のサイズ感も大事ですねトーチはちょっと太さがあるから、うん、例えば細いものだったらグリップを巻いてトーチと同じサイズのものにして持つグラスも細切りゃグラスも細切りゃ少し太めにする手に収まるサイズを常にトーチと同じサイズにして行動するのが大事でしょうと、うん 結果的に一番大事なのは、まあ、ランナーに選ばれたわけですからランナーであることを第一に考えてランナーらしい行動すれば当日楽しい思いができるんじゃないでしょうかということですね。雨雨が降ったらそれれはは天でででございいますのの少しもも晴れを願うのみ僕はいつも 決まった人には極力おすすめするんですがこの坊主てるてるちゃんを持ち歩いております。これは自分のマイぼうずてる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 バーズ。はれてくれはれてくれ。当日晴はれてくれりゃいい。当日 「当日晴天大切な絆をつなげよう東京2020オリンピック聖火ランナー募集中。